よく農産物販売で安心安全もしくは自然の味とか本物の味とかそういうことね、耳障りのいい言葉を使う農家さん、販売者、八百屋さんとかスーパーとかあるんだけれども、それ何を基準に話してんだよって俺思うのね。で、実はそれ何も基準がないわけよ。あったとしても、農薬の会社が出した、ね、要するに販売したいから出した都合のいい視点から見た農薬の安全性とかを根拠にしてるぐらいで、何も根拠がないのよ。本物の味って言ったって全然本物の味になってないわけね。美味しいって言ったってその美味しさってのも結局のところ普通の栽培の枠の中に収まっただけで、その枠を出た美味しさってものはほとほぼない。安心安全だって有機農業とか自然農法がによって担保されてるような、確認されてるような味じゃないのね。味つか安心安全じゃないわけさ。だから俺はそういうもの買わないのよ。だって面白くないもん、そういうの。なんでかって言えば、俺は自然農法ってことで、第三者機関にね、栽培の記録を出して、現地も確認してもらって、っていうような認証を受けてるのね。で、有機農業はもっと厳しく国の管理が入って、で、国から委託された機関に、の人を招いて、その人の旅費も出して、いろんな書類揃えて出して、それで、ちゃんと有機農産物ですよっていう、ね、認証をいただいてやってるわけよ。だからある程度の根拠はあるし、自信持って美味しいですとか安心安全ですと言えるのだけども、その辺の販売店農家は安心安全って言葉を使えば消費者が安心する、まだ売れる、反応がいいっていうだけでただ使ってるっていう人もいっぱいいるのね。そしてなんだ、本物の味とかそれも何も定義がないのよ。本物の味って何よってね。俺は俺の野菜の方が美味しいんだ、その野菜よりも。だからそういう野菜が本物の味っていうんだったらまだわかるのよ。だけど俺より美味しくないのに本物の味とか言ったりね。お米にしても、俺はお米作ってないけども、ある農家さんとこで食べたお米ね、普通に家の炊飯器でいつも通り炊いたんだけど、ご飯食べたら家族みんなが笑ってさ、うまいと表現すると胃が震えるのよ。で、その震えが顔に伝わって笑顔になって、ご飯でご飯を食べれる、ご飯をおかずにご飯を食べれるっていう、そういうお米を俺食べたことあるから、そういうのに比べて劣るっていうか、何も努力してない普通のただ農協の指示に従って農薬と肥料をまいて普通にただ作った工業的な食べ物で本物の味とか言うと、俺からするとちゃんちゃらだ、おかしいと、は何を言ってんだよと、正直面白くない、頭にくるって、だから買わないのね。だからそういうさ、消費者が喜ぶような言葉を出すっていうのは、まあビジネスとして当然なんだろうけれども、だけどさ、それにちゃんとした裏付けというか根拠自信あるかって、他の人と違うことしてるかとか、価値が本当にあるのかっていうと、そんなことはほぼない、9割以上ないね。その言葉で、その言葉のものを食べて美味しいと思ったことは9割どころか1回もない。大したことねえなって、この程度かっていうのが正直なところ。だから他の人よりも、要するに消費者が食べたことがあるもの以上を目指してやった人だけがそれを使えばいいんだけども、ただなんとなく売れるから反応がいいから使うっていうのは俺大嫌い。本当にね、汚つ張り倒したいぐらいね、俺は頭に来てる。そういうのせめて特別栽培の認証を受けるとか、そういう第三者機関に確認してもらった、もしくは品評会出して賞をもらったとか、そういう実績まで作ってからやりなさいよと。ただ作ったもの、普通に作ったもの、他のものと変わらないもの、工業的な農産物でそういう言葉を使うのやめてほしいと俺は思うのね。恥ずかしくないのかなってさ、売れればいいっていうんだったら別に農業じゃなくてもいいじゃんってさ思うんだよ。まあでもね、稼がなきゃダメだっていう事情はわかるけれどもさ、やっぱそれは俺ちょっと卑怯だなって思うなって。だからそういうことを喋らないけど美味しい農家さんあるし、で逆に言うと有機農産物、MOA 自然農法、特別栽培とかそういうところは、ちゃんと記録管理記録簿って何月何日に耕して、
なら資材を何使ったか、マルチな何使ったか、何の作業したか、ハッシュしたか、収穫日いつだとか、保管方法で、なんだ、観光の方、農薬とかも使って自然の方もやってるっていう人もいて、トラクター1台の場合、そのトラクターをね、観光の方のとこを使った後はちゃんと水洗いしてます、俺はしてます。でそれを現場に来てもらって、ちゃんと見てもらって、確認してもらって、で認証を受けてるのね。有機農産物、有機ジャスはね、もっと厳しくて、人によってはタバコの吸い殻が畑に落ちてたと、それだけで認証取り消しになったという例もあるんで、そういうものを経たであれば、そういう売り文句使っても俺は多少理解できるね。だけれどもそうでもない、ただやってるだけなのに、そういう消費者をね、なんだの魅力的な、なんだこう、なんつうだ、アピールするような甘美な言葉、甘美な言葉、それを使う農家っていうのは俺やっぱ好きじゃないね、っていうのが今回の話だから、みんなももしやるんであれば、そういう言葉に、そういう言葉で買うのはありよ、でもそれに惑わされないで、ちゃんと自分の舌、味覚でちゃんと判断してほしいと。だいたいそれですごく他の普通の野菜よりも美味しいっていう農産物は、まあ基本ないです、ないです、ないけども、まあ惑わされないでというのが俺の意見です。